はいどうも、ゴーゴー t v のゴーです。今回はこちら、仮面ライダーエグゼイドコレクションカードガム2を2つ買ってきたんで、こちらを開封していきたいと思います。はい、こちらの仮面ライダーエグゼイドコレクションカードガム2なんですけど、前々回ぐらいの動画で僕仮面ライダーエグゼイドカードガムってやつを開封したんですけど、ちょっとそれ以外で別のこの役者さんが写ってるカードのものがないかなって探してたら、ちょっとこちらの仮面ライダーエグゼイドコレクションカードガム2があったんで、こちらを買ってまいりました。 まあ一応パッケージもこんな感じで、ここにまた後でちょっとじっくり見たいとは思うんですけど、北条 M 役の飯島弘樹くんがちょうど映ってるんで、まあおそらくこちらにもその変身前のこう役者さんが映ってるカードが入ってるんじゃないかなと思って買ってまいりました。ではパッケージの方見ていきましょう。こんな感じですね。正面には仮面ライダーエグゼルのロボットアクションゲーマーレベル3と仮面ライダーゲームのスポーツアクションゲーマーレベル3が映っていますね。で、あとはまあ先ほども言いましたけど、 北条 M 役の飯島博樹君のカードもありますし、エグゼイトとゲームの戦ってるシーンもありますし、仮面ライダーエグゼイトも映っておりますね。で、えー、っと、メーカーさんはエンスカイが出しておるものですね。で、ワンパックカードは2枚入りで、カード全25種類。で、全部のカードがキラキラ光るというような感じになっております。裏面は、特にラインナップとかは書いてないですけど、こんな感じで書いてありますね。はい、では。 早速開封していきましょう。はい、では早速開封していきましょう。とりあえず今回の狙いは、前回出なかった飯島博く君と、あとは狩りのアスナの,あの松田ルカさんが欲しいですね。では、いきましょう。1パック目。せーの、ドン。おっと、これは仮面ライダーブレイブ。と、あともう一枚。せーの、ドン。 おぉ、キリアさん。キリアさん、なんか前もこんな感じのキリアさんだったような気がしたんですけど <laughs>。はい、こんな感じですね。1パック目は仮面ライダーブレブクエストゲーマーレベル2と、あとは九条ひっきり屋ですね。が出ました。なるほど。こんな感じで正面は書いてありますね。で、裏面は、あ、裏面は一緒ですね。こんな感じのデザインになっております。はい、では2パック目。もう最後ですね。頼むから出てくれ。 どちらでもいいんで、とりあえずも飯島博之くか、あと、松田るかさんか、どっちかが欲しいですね。せーの、ドンお、これはブレイブと、ブレイブとエグゼイドの共闘シーンですね。で、ラストは、どうかな。せーの、ドンおー、チャンバラ。<laughs> チャンバラワイフゲーマーレベル3ですね。おー、今回は役者さんのカードが1枚出ただけでしたね。 こんな感じですね2パック目はこんな感じ仮面ライダーエグゼイドと仮面ライダーブレイブバグスターを倒すために共に戦う仮面ライダーブレイブレベル3と仮面ライダーエグゼイドレベル3でこちらは仮面ライダーレーザーチャンバラバイクゲーマーレベル3レベル3で人型に戻った仮面ライダーレーザーはガシャコンスパローで敵を追い詰めるでまあ裏は多分一緒ですね裏はこんな感じですね こんな感じとなっております。はい。というような感じですね。まあ、ちょっと今回は役者さんのカードが1枚だったのがちょっと残念だったんですけど、またどっかでリベンジしたいなと思います。では、排出結果を見ていきたいと思います。はい。では、排出結果を見ていきたいと思います。とりあえずカードナンバー順に並べ替えました。確かにこれ、すごいキラキラ光るカード入ってるよって書いてありますけど、ほんとすげえキラキラしてますね。もうすごいですね。仮面ライダーブレイブクエストゲーマーレベル2。 仮面ライダーブレイブレベル2は切れ味鋭い。ガシャコンソードで。オペを完了させる。書いてありますね。で、まあ、裏面は先ほど見した通り、まあ、全部このデザインで統一されているみたいなんで裏は省きます。はい、仮面ライダー、レーザ、ーチャンバラ、バイク、ゲーマーレベル3。まあ、こちらはさっきあの読みましたんで、まあこんな感じのデザインとなっております。で、こちらは九条キリアですね。仮面ライダーレーザーに変身する観察衣。 バグスターの秘密を解明するためにため情報を集めているはいで最後がこちらですねこちらもちょうど先ほど読み上げましたんでこんな感じのデザインになっておりますね、まあ、キラキラしてるこの光り方はどのカードも全部一緒で一緒な感じですねはいこんな感じとなっておりますでは最後にガムを食べていきたいと思いますでは最後はガムを食べたいと思います一応味はいちご味らしいですね どんな感じかちょっと楽しみでですすすねでは食べままいただきますあ,味です、ね、あの表現すると多分あの誰もが食べたことあると思うんですけどあのこれぐらいの箱に入ったあの風船ガムっていうんですかねあのぶどうとかいちごとかオレンジとかのあのデザインが描かれたあの20円ぐらいかかるんですけどこの 箱型であの4つぐらいあえてこういう丸っこいガムっていうんですかね。あれの味がしますね。あれのような味がします。あれの味がしますって言っちゃダメですね。あれのような味がしますね。はい。ガムも結構美味しいです。はい。というわけで今回は仮面ライダーエグゼイドコレクションカードガム2を2袋開封してまいりました。今回の排出結果はちょっと役者さんのカードが1枚しか出なかったんで非常に残念な結果となりましたが、またリベンジしたいと思います。これはあの絶対リベンジします。 でまあ、リベンジするときはあの前回の仮面ライダーエグゼードカードガムと、まあ、こちらの今回開封しました仮面ライダーエグゼードのコレクションカードガム2こちらを買ってきますので、まあ、おそらくこのコレクションカードガムってやつも多分あると思うんですよ要はこの1個前のやつですねこれももしどっかで売っていればこれもまた何個か買ってきてあの絶対リベンジしたいと思います、まあ、やっぱりこの主役ライダーの,この役者さんのカードがすごい欲しいんで やっぱりとりあえず飯島弘樹君が出るまではちょっとこのシリーズやっていきたいなと思っておりますんでまたそういう動画アップしたらよろしくお願いいたしますでは今回もご視聴ありがとうございました